ラスが受け身の試合良かったのはミラーだ。受け身の試合良かったのはまずはミラーだな。2番手に南で3番手に連番で、その2人を仕切り切りにして、ね、宮間はどんどんと逃げていく。まずは1周目最終コーナー、まずは宮間が入ってくる。2番手南でそのまま3番手に松船が松船が来る。3番手松船から松船が来る。そして宮間はどんどん仕切る。ちょっとねコンディションも本当に厳しいですから、さあトップはこのまま安定したネオグラッキーのギアのマスク、そして2番手南でシット、それでも南でもキックオフが出るというね、この余裕が思いましたけども、南での急速にここをランコールまで南の後ろに入っていった。全く手を緩めることはない南でギアを追い詰めて、そのまま最終コーナーの後ろぴったりとくっついていった。最終コーナーまでこれは宮間が守る。今はドロップラインで南で、ドロップラインで南で最終コーナーの近いトップ中か。これは宮間完全に自由だよ。まあかっこよかったな。諦めないの。かっこよかった。ファイナルラップ、このコンディションにもかかわらず全力でプッチュ。最終コーナーまでしっかり頭を使ってブロックラインを取って失速したミヤマのツースラインで曲げてきてトップにデッカーとなりました。いやな、これはビーダーに